さてさて、セーブができました。ちょっとやりましょうって言ったんだけどさ、不思議なところに雲がいるのが見える。あっちはでもまだ今から後で行けるかな。角っこのところ覚えておきましょう。ここ、降りてみた。あ、降りれた。よし。ここ、入ってみたかったんだよ。やった牛さん喋れる？喋れはしない。ナビが言ってくれてるけど喋れはしない。やったー、これちょっとハート増えるんじゃない？あ、これはかけらなんだね。4つのかけらで1つの器。器が増えればライフが増える。やったー、よかったー。で、牛さんにはではさよならしまして、なんか不思議なとこに乗った気がする。よいしょ、柵の上に乗ってる。よいしょ。さっきの雲を倒しに行きましょう。こっちからはいけないね。ぐるっと回っていきましょう。この、夜にしか出てこないのかな？今夜なのかな？使いとしては。いた。で、これで、ここはもう剣で倒せるかな？危ないよ！落ちちゃう。よいしょ。こうして、あれ？なんかこう、うまく剣を振れない。もういい。危ない。ちょっと、倒されてしまう可能性がある。よし。これで、刺しましょう。もう一回。よし。この子は、そうだね。印がもらえる子だね。よかった。スタルチュラを倒した。ドドンゴの洞窟、1個 ?2 個行けてないお部屋があったのになーってちょっと思ってるんだけど、それは良かったのかなー。ね、また行かなきゃいけないかもしれませんが、今のところは、よしとしましょう。そして今私は何をしなきゃいけないのかしら。かかりこ村に戻ってきたけど、誰かに話しかけられるということでもないし、今のところ何をっていうのがないんだけど、お城に行ったら私の仲間を訪ねなさいみたいなことを言ってもらったので、それに行ってみましょう。危ないかもしれないね。よかった。まだやっぱり夜の扱いなんだね。で、ちょっと私考えたことがあるのよ。やってみたいのがあるのです。これ、ドクロのお面をつけてみようと思うの。ね、なんかこう、ちょっとさ、骨っぽい人が出てくると思うの。この、降りたすぐ出てくるのが。で、こうしたら、こう仲間っぽいじゃん。こうしたら。どう？全然ダメだった。そんなことはないんだね。こう、仲間っぽいから、こう、攻撃してこないようになるかなとか思ったけど、やってみたけどダメだった。そういうことじゃないんだね。じゃあ、このドクロのお面はどこで使うんだろう。それはまた後々分かってくるのかなとか、そんなことを思いながら、お城の方に行ってみましょう。ここに行って、この城下町に入ってからだよね、多分ね。そして、何か新しく買わなきゃいけないものとか、なかったかな？大丈夫かな？ちょっとそんなところも、立ち寄ってから行きましょう。ここだったよね。まあでも盾持ってるし、いいのかな？何してるの？喋りましょう。爆弾の行商に来た頃、勝手頃だって。あ、で、ここで爆弾も買えるようになったよっていうことなんだね。びっくりした。じゃあここどんどん増えていくのかな？嬉しい。なんかこう、お友達がいたような、この嬉しさ。よかった。では、入れるのかな？お城。どうなんだろう？もう、入れるようにしてもらえてるとかそういうことなのかな？ちょっと行ってみましょう。でも、いらっしゃるね。そりゃそうだよね。見張りの方はいらっしゃるね。どうしてもこの門を通りたいか？なら、通してやらないこともない。その代わり、10ルピー払いなー。はい、いいえ。いいえかな？チェって。だってね、ぐるって回ったら入れるもんねって言っていいのかどうかわからないけど。で、また今行って何があるかわ
からないけど行ってみましょう。またあれかな、こう見張りをかいくぐっていかなきゃいけないかな。アビーが呼んでる。もう一つの精霊石のこと、サリアが知らないかしらって言ってくれてる。そうなのね。じゃあまたサリアのところに行ってみてっていうこと。あ、それともさ、サリアとお話しするにはオカリナでやってみてっていうのがあったから、それをやってみようか。これ？違うかも。あれ？間違ってるかもしれない。ちょっと確認してみましょう。サリアのお歌はこっちかな。あ、ここだね、ここだね。これでサリアの歌、下右左だね。下右左でやってみましょう。下右左。あ、これでできたかな。これで会話でいいかな。会いに行かなきゃいけないかな。どうかな。サリアの歌を吹いた。サリアと話したいんでしょ。話す。リンク、サリアよ、聞こえる？精霊石を集めてるの？あと一つなの？水の精霊石だけなのね。それって、ゾーラの里の王様が持ってるって、デクノギ様から聞いたことあるわ。もう一度話すは、やめるにしてみましょう。自力で行ってねということなのかな？ガイドみたいなものはないのかな？ここはここ降りていいのかな？大丈夫かな？怒られる？怒られない？危ない！危ない！よし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 。ここちょっと気になってるんだよ。チェック。この先行き止まり。だけどさ、ここのさ、下に何か見えてたもんね、前ね。爆弾があれば行けるかもしれないので行ってみましょう。爆弾を、ここ。よし。これで爆弾をセットしまして、こうしてこう。これでいけるようになるんじゃないかな。よし、よし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 。で、ここを入るができて、もしかしてここがさ、大妖精の泉。やったー！合ってる。やったねー！よかった。では、ここで、やってみましょう。また、ゼルダの子守唄。これはもう、覚えたかもしれない。なんとなくで覚えていけるものなのかもしれないね。いや、でも増えていきそう、曲が。よしよし。そして、ここでは何ができるようになるんだろう。こんなところに住んでるのね。あ、お姿は見た目一緒だね。でも、ちょっとポーズが違うのかな。周りの、なんか炎みたいなのが緑だね。ようこそリンク。私は魔法の大妖精。あなたに魔法のアイテムを授けてあげる。さあ、受け取って。なになに？アイテムが増える。ああ、なんだろう。光ってる。すごい。炎の精霊石みたいな見た目をしているけれども。何ができるようになるんだろう。これは何？ディーンの炎を手に入れた。炎のドームが全てを包む。C で使える攻撃魔法だって。へぇ、どんどん攻撃が増えていくね。攻撃魔法としてだけじゃなく、火をつけることもできるのよ。へぇ、戦いに疲れた時はいつでもいらっしゃい。これはさっきと一緒だね。へぇ、じゃあ、炎をつけて回らなきゃいけない時とかっていうのもできるんだね。できるんだね、だけどどうやって使うんだろう。あ、これだね。これを、セットするのかな？セットしてみようか。こうして、こう、あ、思ったのとちょっと違った。あ、でもすごい魔力をいっぱい使うんだね。では、これはちょっと、すぐには使わないかもしれないので、爆弾に解雇しておきましょう。いやー、でもこれはちょっと必要になりそうな気がする。よかった。で、なんだっけ？なんか違うところに行かなきゃいけないんだと思うんだけど、あ、ここから出る術がない。ちょっと、外に出してもらいましょう。あいたまれ、魚小僧。言われて、外に出してもらいまして、
ちょっとマップとかで確認したいけど、ここにいるとどんどん夜になっていってしまうので、なってきてる、なってきてる、夕方になってきてる。で、よしよし。このね、時の止まったここで、ちょっとマップを確認してみましょう。マップは、こうして、これでいいのかな？探して探して、マップどこ？現在地はここ。これ大きくなる？ならない。ならないね。ん？これはどうしたらいいんだ？こういうことじゃないのかな？あ、出た。ゾーラの里はマップに今ないんだね。どこからどうやって行くっていうのはあるのかしら？ちょっとわからないんだけど、もうその、マップ通りにというか、方角を目指していくしかないのかな。行ってみましょう。どうだろうね。こう、近くまで進んだら、誰かに話しかけてもらえるとかだといいんだけど。いや、もう夕方だ。どっちだろう。マップとしてはなんかこっちの方角だったような感じなんだけど、小霧の森と同じ方角でいいのかな。とにかくまっすぐ行ってみましょう。この道っぽい、このなんとなく道になってるみたいなところを行ってみましょう。やだな、やだな、夜にならないでほしいな。いやー、でもこの今のところまだいないね、いないね、いないね。よし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 、このまま行ってみましょう。なんだけど、この今こう右側に出てるこのマップで言うと、ここで途切れて見えるんだけど、ここって小霧の森が近いのかな？いやー、安全じゃないところで見たくないマップ。これちょっと見ましょう、見ましょう。調べるが出ない。チェック。はい、わー！出てきたような音がしたよー。ハイラル城と、ロンロン牧場。ロンロン牧場に行きたい。わー！負けではないんだ！負けではないんだ。ここ、逃げ切ってる？逃げ切った、逃げ切った、逃げ切った。よし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 。この道っぽいところには出てこないのかな？ちょっとここでマップ見てみましょう。いやだな、怖いな。マップ、ちょっとなるべく急ぎ目で見ましょう。今の現在地はこの真ん中のところにいるよということなのかな。もっともっと、マップで言うと右側のところに行きたいんだけれども、そこに行くには、こっちわあ、ちょっと、パッと見てもわからない。わあ！わあ、そうだよね、そうだよね。いますよね、いますよね。なんだけど、こっち側ってさ、もう小霧の森に行くんだと思うんだけど、小霧の森には入ってはいけないんだよね。え？小霧の森からわあ！行かなきゃいけないのかな？ということも何もわからず、大丈夫かな？朝になってくれるかな？今、この月、わー！月が沈んでいったから、そうかなって思ったんだけど、なんか岩がある。この岩はちょっと気になる。行ってみましょう。壊せるとかっていうことなのかな？掴むができるよ。掴むができるけど、反応しないね。しないね。あと、こっちのこの壁際というかに沿って行ったらどうなるかなーって思ったんだけど、なんかこう、ちょこちょこいるね。お花っぽい、ちょっとカラフルな何か。この人ちょっと敵なのか何なのかわかんないんだよ。そしてこう、わーって追いかけてくるから、ちょっと避けながら行ってみましょう。なんだけど、こっちはもう、あれだね、壁沿いっていう感じだね。あんまり近くに行ったら追いかけられそうだから、いや、ちょっと待って。ちょっとなんか嫌な音がするけど、大丈夫じゃないよ！大丈夫じゃないよ！今チラッと見えたよ。追いかけられているけど大丈夫？向こうの子にも追いかけられそうになっている？もしかして。ねえ、こっちでいいのかな？これ今行けてるのかな？このずーっと壁際を走っている気がするんだけれども。ゾーラの里というのはどこかしら？どこかしら？追いかけられている気がする！危ない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 ！ちょっとさ、これ早いような気がする。アタックかな？どうかな？ちょっとわからないけど、なんか何かが見えてきましたよ。これは行ってみましょう。ここ？なんだろう？あ、なんか穴開いてる。ここ入ってみようか。いやー！またボヨヨンがいるところ？みたいだね、みたいだね。ぼよよーんがいる。
喋れるかな、チェックは、ここも変わらず、来てみましょう。行ってみても、1時6分。時間を教えてくれるだけでね。と、ここにお魚がいて、で、これは開いてみましょう。何が入ってるかな？あ、ルピーをもらいましたが、今のところいいんだよね、ルピー。なんだけど、ここに入ると戻ってこれまして、そして、あ、いる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 。この先がハイリア湖。神々の、あー、早いよー。おしゃべりが早かった。湖底に沈む神殿は、遥か上流に住むゾーラ族が、ゾーラの泉と共に守っておる。地図で位置を確かめるなら、スタートでアイテムモードにして、マップに切り替えなさい。お前の行った場所は、すべて書き記されておるはずじゃ。ほっほほー。もう一回、最初のところだけ聞きましょう。神々の恵みの水に満ちておる。だって。うん。と、じゃあ、ここを進んでいくと、ゾーラの里に行けるということかな？な気がするね。ではでは、あとはマップを見てねっていうお話なので、よし、ありがとうございます。気をつけていきなさい。と、言ってもらいました。ありがとう。と、ここは、入れる。どうやって入るのこれ。これ、こんな、なんかひょいって入っていいのかな？なんかこう、ちょっと柵になってるのに。どこ？あ、でもここ入れない。え、ここ入れないけど、これは何かしなきゃいけないのかな？こう、王家から来ましたみたいな感じのこと？でもなさそうな。ね、誰かいるっていうわけで、あー、はしごがあった！よかったよかったよかった。では、ここを、こうして、こうしたら入れる？入れる？またちょっと侵入する感じなのね、きっとね。こっちまで行っていいかな。ここにもはしごがあるけど、これぐらいだったらぴょんとしても良さそう。よかったよかった。新しいところに行けそうです。ここをまっすぐ行くと、マップが切り替わりまして、ハイリア湖畔。さてさて、ご視聴いただきありがとうございました。もしよかったら、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。ではでは、またねー。